こんにちは、新代理メンバーの鈴です。稲山です。はい、今日はですね、面接でほぼ毎回あるのにいまいち正解がわからない逆質問についてトイさんに聞いていこうと思います。トイさん、お願いします。よろしくお願いいたします。トイアンナと申します。確実内定という就活の本を出したり、外就活 .com、 それからワンキャリアさんなどでサポートをさせていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマ、逆質問なんですけど、大事なんだろうなとは思いつつ、何を聞けばいいのかいまいちよくわからないんですよね。その通りですよね。ところが逆質問で落ちる通るが決まることは最終面接で結構あります。めっちゃ大事ですね。大事だね。で、就活の目的は自分の行きたい企業に内定すること。内定すること、はい、内定することですよね。なので逆質問ができないと最終で落ちまくるっていうになる。目的が達成できないので、はい、今日は逆質問について解説させていただこうと思います。はい、お願いします。じゃあまず土井さん、逆質問の目的と何を見てるのか教えてください。逆質問の目的は主に2つあります。1つは純粋な情報提供です。会社員になってですね、何年も経ってくると就活生が自社について何を知って何を知らないかが本当に分からなくなってしまうんですね、うん、その状態なので本当に知りたいことを聞きたい、で本当にただ教えたい、うん、っていうケースが結構あります、うん、なので逆質問は実はそんなに怖くはありません、うん、で、2つ目のポイントがどれぐらい自社について調べているのかをチェックしています、うん、逆質問で例えばですね、平べったい表面的な質問をする学生はうちの会社について調べずに来ちゃったなっていうところで、同じレベル感の優秀さの学生が並んだ時には熱意が高そうな逆質問をした人を採用しています。特に最終面接ではその傾向が強いです。じゃあもう逆質問で運命が分かれちゃうんですね、この就活で。そんな可能性あるね。じゃあちょっと重要性分かったので、ダメな逆質問の例を教えていただきたいです。まずは有名なところからいきます。はい、福利厚生や年収について根掘り葉掘り質問することです、うん、まあ正直聞きたいですよね、はい、ダメな理由は2つあって、1つは例えば就職した後にですよ、仮に他社さんとか、まあ、他のお偉いさん方とミーティングしてる時に、これはちょっと裏で聞いとけよっていう質問と、まあ、これは堂々ね会議とかで聞いた方がいいよって質問がある時に、会議でその聞いちゃいけない質問聞くみたいな話あるじゃないですか、はい、でそういう質問が、まあ、福利厚生年収の話なわけであって、うん、そういうのを大っぴらに聞くような人じゃないかっていう社会性で社会性問われてる、はい、なので聞くべき場面は OB 5時訪問とか、うん、第1のよりプライベート、もしできれば会社の OB OG 訪問ではなくって、あの大学の先輩とか他のプライベートの場所経由でお会いした方にこっそり聞くのがいいと思います。2つ目のポイントとしては、結構調べればもうわかる。最近はネットに正直福利厚生の情報も、それから年収の情報も落ちてます、はい、その程度も調べてこなかったんですかというところに引っかかる可能性もあると思います。なるほど、ありがとうございます。で、続けてですね、はい、調べればすぐわかることを聞く。で、この代表的なものとしては、例えば御社のミッションってどんなものですかとか、御社の売上がトップの分野ってどこですか、 Google で検索すればわかるようなことはむしろ面接の前に調べてきてくださいというお話になります。よくですね、やりがちなのは志望度が疑われる質問のレベルで、ね、浅いことを聞いてしまう。で、それが御社の強みは何ですかという質問です。インターネットというものがあってね、もう一回言わなきゃダメですかっていう話なので、その会社の強みとか弱み、どこが売上トップなのか、その会社が何を目指しているのかみたいな、調べればすぐ分かることは調べてください。はい、で、最後3つ目ですね、インターネットのテンプレすぎる質問文です。面接官は1日に10人とか見てて、それで1週間とか面接してると、あれ、この逆質問また聞いたなって分かっちゃうですよ。なので、あんまりにもネットに落ちてる質問文はしない方がいいです。なんか面接直前になると焦って逆質問ネットで調べてテンプレ持ってくるという結構やりがちじゃないですか。あるこれマジで気をつけないとなと思いました。逆に言えばネットで最新ニュースだけ見て、でその会社の最新ニュースでさらに調べたいことはこれなんですけどって質問するだけでいいので、なんなら10分でいけるはずです。確かに。だからテンプレ見るんじゃなくて、うん、ニュース見る方が。ニュース見る。そう。それめっちゃ学びですね、これ、うん。ありがとうございます。はい、試してみてください。ぶっちゃ
ゃけどんな逆質問がいいか悪いかって確認したいみたいなものありますか？ありがとうございます。この面接のフィードバックをいただいていいですかっていう逆質問を、なんかもう聞くことがなくなった時に最後の切り札みたいな感じでよく聞くんですけど、はい、これってありなんですかね？ありですけれども、それもネットのテンプレそうですなので、また来たかとは思われると思います。そんなマイナス評価にはならないんですけれども、それしか逆質問ないと縁のこと調べてなかったでしょってなるとは思います。ですので、他の質問を先にして最後に、今後に生かしていきたいので、本日の面接で気になることがあればご指導くださいっておっしゃっていただければ、この学生はなんで謙虚で素晴らしいんだろうとなると思います。ありがとうございます。私から聞きたいのが、はい、逆質問なしはありですかっていうところで、通って自信があれば。あ、先ほどボーダーライン上で他の学生と横並びの人が一番逆質問で逆転のチャンスがあるって話をしたと思うんですけれども、はいはい、ボーダーラインにいるってことは逆質問ないと落ちるですよ、うん、なので自分は自信満々だったらぜひ逆質問なしもあり、受かるたりであれば逆質問なしはなし、うん、なしですね、はい、はい、してください。はい、逆にね、まあ、ダメな質問は分かったけど、じゃあいい質問は何なんですか、はい、っていうところで、どんな逆質問だと高評価なんですかね。テンプレだとバレないテンプレの最たるものとしては、相手の個人的な経験を聞くものがあります。はい、面接官の〇〇さんは、どこどこの部署ご出身と今日伺いましたけれども、お勤めされてる中でこの会社で働いて一番良かったなと思った経験は何ですか、はい、とか、逆に勤めの中でご苦労されたことももちろんあると思います、うん、それはどうやって乗り越えられたんですか、うん、っていう話をしてあげると、相手の個人的な体験談なので面接官も話しやすいですし、喜んで教えてもらえると思います。そこのなんか個人の経験について聞くときに、なんかそれを聞いてどうするんだろうって思っちゃう節があるんですよね、はい、おそらくその聞くメリ、実際のメリットとしては、はい、苦労した経験をまず聞くと、そこで辞めちゃう人と辞めない人の差が多い。その面接官辞めてない人なわけですから、そういうストレスが会社でかかるんだっていう予測ができますね。で、それから会社で働いてよかったなっていう話を聞くことによって、その会社の競争的ではない魅力が見えてくる、うん、じゃあもう相手も気持ちよく喋れるしメリットもあるし、結構いい感じの手札なんですね、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、じゃあなんかテンプレ以外のいい逆質問ってあったりしますか？はい、ここはニュースと違うリサーチの深さが内定するしないの分岐点になってきますと。じゃあ調べるべき2大ポイントは、オープンワークという企業の口コミサイトと、もう一つ IR 情報、これは投資家向けの情報になります、はい、オープンワークっていうのは一般サービスで、会社を辞めた人、転職された人が口コミを残しているサイトです。で、もう一つ、IR 情報っていうのは、上場している会社であればホームページで公開をしなくてはいけないと定められている情報です。で、この IR 情報なんですけど、実は必ずと言っていいほど個人投資家の皆様へっていうページがあります。で、その個人投資家の皆様へっていうページを見ていただくと、まあ、数字が苦手な人でもすっごく分かりやすくその会社の情報が載っていますので、まずはそこをじっくり読んでいただきたいです。で、その上で湧いた質問をメモしておいて、ぜひ逆質問に持っていってください。オープンワークとかは具体的にどうやって使っていけばいいんですかね？オープンワークは、まあ、逆質問のためにっていう観点だけで言うと、会社を、辞めた人なので基本的には辞めた理由が載ってます、うん、で、じゃあどういう人が辞めるかっていうのがはっきりしてくるわけですね。オープンワークって、まあ、その口コミはリアルですけれども、うん、昔の情報だったりとか、うん、部署によって違う社風だったりとかしますよね。それを検証する質問、うん、これってどこの部署でも一緒なんでしょうか、これは最近の傾向なんでしょうか、〇〇さんにとってはどう感じられてますかとか、そういう確認をぜひしてください。ありがとうございます。ということで、大体どんな逆質問がダメで、どんな逆質問がいいかっていうのは分かってきたんで、はいはい、ここからじゃあ具体的にリクルートで僕たちで逆質問を作って問いさんに確認していきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。私からお聞きしたいことは、私入社後新規事業立ち上げをしたいというふうに思っているんですね。じゃあ僕からの質問は、営業で活躍したいなと思ってるんですけど。この質問もいいですね、まさに王道の聞くべき質問ですよね、うん、ちょっと待ってって言ってる。ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。